ポリシースタジオ、略してポリスタ、今週も始まりました。これ毎回言ってるんですけど、ポリスタは株式会社ポリポリさんと自民党ネットメディア局で共同で運営させていただいております。今日のゲストは私の同期になりますが、愛媛県一区選出の塩崎明久衆議院議員です。よろしくお願いします。塩崎明久です。そして、はい、今日中井田さん、ポリポリからはですね、はい、横浜国立大学大学院工学研究院でもう准教授を、いらっしゃいます三井大賀さんにお越しいただきました。どうも、横浜国立大学の三井です。よろしくお願いいたします。さて、ポリスタ毎週やってるんですけど、私が MC を務める時のテーマが21世紀の日本は何で食っていくのかということをテーマにさせていただいております。1回目が半導体、そして2回目がサウナということでカジュアルなテーマだったんですけども、今日はシリアスな真面目なテーマに戻って真面目なテーマに戻って造船ということをテーマに話をさせていただきたいと思います。今日のゲストの塩崎明久さんなんですけども、まあ、非常に優秀で何でもできるんですけど、あんまりこう造船でつながりがあるっていうのは全然気づいてなくて、愛媛、熊本ですので、みかんはつながりがあるんですよね。愛媛といえば造船ですよ。造船どころですね、西野さん。確かに。日本ナンバーワン造船県といえば愛媛県ね。間違いないです。のも三井さんもおっしゃってますけども、まあ、本当に愛媛県はね、今治造船とか来島ドックとか、はい、非常にですね、この今大きな、まあ、造船会社があってですね、まあ、産業の中核を担っているところもありますんで、いろいろ今日も造船の話何でも聞いてください。はい。造船、私の地元長洲町、熊本県長洲町も造船の町でございまして、そういう意味でもこのテーマを選ばせていただいてよかったなというふうに思っています。で、あれですかね、少し私の方からどういったことをテーマに話をさせていただくのかというのをちょっと紹介させていただきますと、はい、まず造船業っていろんな役割を担ってるんですけども、それは何なのかと、あるいは日本の造船業、昔はもう世界を席巻してましたけども、最近少し元気がないと言われておりますが、どういう状況なのか、さらに日本造船これから復活していくためにはどういったことがポイントになるのか、先生の提言にも関係すると思いますけども、はい、その点、それ最後はやはり、今回のテーマになりますが、日本の造船業は日本の経済を支える産業になり得るのかどうか、この点について皆さんで議論させていただきたいというふうに思います。まずちょっと簡単に整理しましたので、造船業の役割について少し見ていきたいと思いますが、まず一つが地域経済の基幹産業になってるんですよということです。例えば私先ほど申し上げました長洲町がある玉名郡というところは製造業の中でなんと 41% を占めておりますし、塩崎先生の愛媛県といえば今治市の 19% の製造業を占めていると。造船の町ですね、有名なね。そうですよね。それ以外にももっと大どころで言うと、長崎県の西海市なんかは 83% 製造業のうち造船業が占めていると。これだけ造船業の経済に与える影響というのは大きいんだと、地域によってはですね、ということだろうというふうに思います。それから経済安全保障、最近よく言われてますけれども、我が国の貿易量の 99% 以上これを船が担っています。我々は島国ですから、まあ、自動車で運ぶということはできませんよね。飛行機で運ぶものはもう 1% もないという状況です。さらに、海上警備、安全保障、防衛省の戦艦隊であったり、艦艇であったり、海上保安庁の巡視船であったり、こういったものになってますから、我々の平和と安全、領土を守っている、それを担っているのも、一つ造船業の大きな役割なんではないかなというふうに思います。で、すいません、ちょっと、立て続けになりますが、一昔前までは日本の造船業、やっぱ世界を席巻する圧倒的な建造量を誇っていたわけですけども、例えば、30年前、1990年代には 42% のシェアを誇っていました。しかし30年経って2021年には18% になってしまったと。そうなんですよね。これ昔は日本1位だったんですよね。これどういう背景が考えられますか。まあ、やっぱり中国、韓国というのがもう政府のバックアップをしてもう造船業に力を入れると、まあ、もうなりふり構ってられない感じで日本をもうライバル視して、まあ、そういう投資をしてきたっていうところがやっぱりこの原因になっているのかなと思います、ね、例えばその愛媛なんかで言っても、その地域の経済がなんていうんですかね、造船が少しずつシュリンクしていく中で少しずつ
愛媛の経済が落ち込んできてるなみたいなのを感じますか？やっぱりですね、これ、まあ、この次のパネルかな、見ていただきますと、結構やっぱり中国とか韓国って造船所の規模がでかいんですね、とにかく。もうバカでかいところに、もうガンガン人が入って、それで生産性も高くやってるってところもあるので、やっぱり日本の、割とこの小さい造船所がいっぱいあった時代には、もう全然競争力がね、価格で勝てなかったっていうところがあったりして、で、それをなんとかしようっていうところで、ここ数年、だいぶ日本でもいろんな企業の合唱連行が進んできたり、または新しい技術に取り組んだりってこと、まさに今ターニングポイントですよね。じゃあどうですか、最初に先生に提言を示してみたいな、ここまで見て少しずつシュリンクしてるけれども、うん、もう一回復活させていくぞと、はい、そのためにはどういったことが考えられるでしょうか？そうですね、まあ、私自身いろいろ思うところはあるんですけど、まあ、やっぱり技術、日本の強みって何かって言ってやっぱり技術力だと思うので、まあ、そういう技術力をうまく生かすために、まあ、それこそ今風で言うと DX であったキーワード出ました、ね、そうですね、はい、DX であったり、まあ、それこそGX そう第2のキーワードですね、はい、そうですね、まあ、カーボンニュートラル含めて、はい、まあ、新しい技術っていうのをいかに船舶に搭載していくか、船舶、それこそ DX だったら造船も含めて、造船工程も含めて、まあ、賢く作っていって最先端のものを取り入れていく、まあ、そういうところにやっぱり日本の活路はあるんじゃないかなと個人的には考えています。そうですね、今提言でも言っていただきましたけども、私たちのちょっと目次に沿って、うん、はい、今言っていただいたことを含めてもう少し深掘りをしていきたいなと思いますが、まず一つ考えられるのが経済安全保障という観点だと思います。ここ数年経済安全保障という観点が非常に大きく取り上げられておりまして、何かというと船が食料とかエネルギーを含めて貿易に必要不可欠な輸送器具っていうことはもう皆さんご存知だと思います。これも当たり前のことと言ってもいいと思いますが、逆に言うと船がなければ貿易がなかなかできないということです。先ほど申し上げた通り 99% 以上船に頼ってますから、船がなくなれば貿易もできなくなっちゃうと、我々の生活が成り立たなくなる恐れがあるということです。で、これはですね、日本だけじゃなくて当然アメリカとかヨーロッパとか他の国々も考えることなんですね。ところが先ほど申し上げたように、お見せしたように中国の船、韓国の船が世界の中でどん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 割合を深めていってると。そうすると中国、まあ、韓国は比較的我々と価値観近いですけれども、中国いつ何時どんなことをしてくるかわからないという状況がございますので、中国の船に頼ってたら貿易が成り立たなくなるんじゃないかと、そういうふうに考える国が出てきてもおかしくないんじゃないかと。基本的価値観を共有できる日本の船、これの需要が高まってくる可能性が私はあるんだろうというふうに思います。例えばアメリカなんかでは、上院ですねの超党派でシップヤード法という法案を提出しておりまして、これまだ成立はしていないみたいなんですけども、やはり中国が船舶の技術を持っている、造船の技術を持っている、我々の安全保障に直結する問題だということで問題意識を高めていると。同じようにイギリスもジョンソン首相が造船国家戦略というものを発表して、まあ、一部に、海軍の船は作ってるらしいんですけど、商船をなかなかイギリスは技術を持ってないと、これをもう一回復活させようというような動きがあるようです。この点どうですか、お二人。まあ、そうですね、私から発言させていただくと、まあ、そもそもやっぱり造船ってどこがもともと強かったかというとイギリスが強かったんですよ。でイギリスも今の日本と同じような悩みを抱えていた時期があって、まあ、いわゆるその作るところから頭を使うところにシフトをしたっていう時期があったんですね。まあ、そのために日本の建造量が相対的に増えてきたんですけど、今日本が抱えている状況はまさに同じなので、まあ、日本として、まあ、日本政府、日本国を含めて、まあ、地域のことも考えながら、今の時代にあってどうシフトしていくべきかっていうのはすごくディスカッションの余地があるのかなと考えています。イギリスは海軍の船は少し作ってるけども、商船は作ってほぼ作ってないと、はい、統計上現れる程度には作ってないというふうに聞いたんですけども、はい、そういったところがいきなりじゃあ5年後10年後にもう一回商船を作ることができるようになるんですか？いや、 やっぱりその工場とかを持ってないとやっぱ厳しいのかなと思いますね。それこそ今治造船さんなり来島造船さんの例を挙げていただいたんですけど、やっぱりその大規模な設備っていうのがどうしても競争力を高めるためには必要になってきます。これちょうど先週今治でバリシップってね、はい、西日本最大のもう造船祭りやった。見ました。インスタ見ました。もうね、すごい今治造船のドックとか見たらもう巨大な規模なんですよ、ね。ものすごい装置産業なわけですよ。だからこれやっぱり
相当なその大きな賭けと投資をしていかないと世界では勝てない産業でもありますし、あとやっぱり自動車みたいにものすごくやっぱ裾野の広い産業でもあるので、まあ部品一つ作るところからエンジン作るところからいろんなこの産業のこう一体として成長させていくっていう意味では、やっぱり日本にとって非常に中核的な産業として育て守っていかなくちゃいけない、まあ、そういうもんだと思いますね。ですから2021年に開示基盤強化法っていうね法律を作って、まさにこういうその造船産業とか海運産業をちゃんと政府としても後押ししていくぞ、税制優遇もするぞ、低利融資もするぞ、こういった形ともそのサポートをやっぱり国としてしなくちゃいけないっていうのは、その産業としての重要性っていうのを裏返したと思いますね。そういう意味では外交安全、経済安全保障の考え方が世界的に広まっている中で、もう一回日本の船に回帰していくという可能性はあると思いますか？はい、それこそバレーシップの方でも海外からの参加者っていうのもすごく多いですし、やっぱりその日本というお土地柄に期待している、技術力ももちろんなんですけど、その国というところでも期待をしているところは大きいのかなと思いますね。まあ、そのアメリカ、イギリス、ヨーロッパの国々が自分たちで作ろうと思ってもなかなか難しいよねとなった場合には、当然日本の船の需要が高まってくると思いますので、これはやっぱりテコにしてやっていかなくちゃいけないですよね。そうですね。で、2つ目、これも先ほど三井先生が言っていただきましたけども、一つやっぱり DX というのが考えられると思います。デジタルトランスフォーメーション。デジタルトランスフォーメーション。はい。先ほど塩崎さん、秋さんもおっしゃってましたけども、日本の造船所ってちっちゃいんですね。うんうん、私の地元の長洲町にある JMU っていう造船所はめちゃくちゃでかいんですよ。うんうん、めちゃくちゃでかいんだけど、それでも世界に比較するともうこれぐらいの規模と。月となんか地球とかね、なんかそんな感じで、ね、天体グラフみたいな感じになってるね。これちょっと説明させていただきますと、この縦軸が従業員です。で、横軸が工場面積。ですので、日本が青ですので、左下に固まっちゃってますね。固まっちゃってると、うん。で、それに加えて生産量、建造量ですね、が大きさ、この面積が建造量を表してるんです。なので、これ左下に集まっている上に、かつちっちゃい丸ばかりですので、建造量も小さいと。こう、その世界の造船所、先生よくご存知だと思いますけど、はいはい、やっぱそんなにでかいもんなんですか？そうですね。特に韓国とか一回見たことがあるんですけど、ちょっとこんなドックが数があるのかとか、もうちょっと次元が違うなという感じはします。うん、正直。なんかその DX っていう、ちょっと私、はい、全くのド素人なので、うん、その造船を DX するっていうイメージがあんまり湧かないんですけど、具体的にどの部分が DX できて、どういうところを DX、まあ、そもそもできないのかみたいなところってどういう感じなんですか？そうですね。それこそ多分お二方とかよく存じ上げてると思うんですけど、造船って同じものを作らない、船が同じものを作らないっていう特性があるので、一品受注生産体制なんですけど、なので、なかなか自動化しづらいんですよね。うん、で、今まで自動化しづらいから、そういうデジタル技術とか工場で最適化とかっていうのをあまりしてこなくて、受注に応じて作るものを変えていくっていう感じをしていたんですけど、さすがにそれだとそろそろ戦えなくなってきたので、それこそ効率的にものを作るっていう観点も含めて、工場とかのその造船業そのもの、日本の造船業そのものを、もう一回考えていかなきゃいけない時期に来てるんじゃないかな。そのためのツールとしてデジタルっていうのが使えるんじゃないかなって考えています。うん、今年国交省で採択された実証、はい、事業が4件あるんですけども、その中にはね、例えばメタバース空間上にこの船をボーンと作って、でもうそこでデザイン設計をやっちゃうわけですよね。でそうするといろんな取引業者の皆さんもみんなこのイメージが共有化できるし、工程についても間違いなくこうできる。でそこまで全部3D 空間でデジタル空間でやった上で作業に入ると手戻りが少なかったりとか、その認識の間違いがなかったりとか、こんなところもすごく分かりやすいですよね。あれやっぱりプロトタイプ1個作るのはものすごく大きくて大変ですから、デジタルだったらいろんなこと効率化できると思いますよね。それなんか今までこう紙で二次元的に書いてたものから想像するしかなかったところを、そういうことです。立体的に 3D で見れるということなんですね。ただ一方でその今まで日本の強みってそういう熟練者
のところにあったところもあるので、うん、なかなかそういうデジタルトランスフォーメーションって難しいところでもあるんですけど、まあ、今後の日本の造船効率っていう造船業の活発化というのを考えると、やっぱりそういうデジタル技術を入れて、まあ、あの若い人もすぐ参入できるような最先端のところで、で、あの熟練者と同じようにディスカッションできる舞台を整えてあげるというのは非常に重要だと考えています。なるほど。なんか意外とこう原始的に行き当たりばったりで船って作ってたらしいですよ。なんかこう勝手に頭で想像してパイプをこうつなげようと思ってたら、こうパイプ通らないじゃんみたいな、他の大きな荷物が邪魔して通らないじゃんみたいな、それだからぐるーっと回したりとか、すごい原始的な方法でやってたのが今までの船造船だったらしいと。それをあらかじめシミュレーションすると、デジタル上デジタル化の時代がやってきましたと。あとそれと、あのこれデジタルトランスフォーメーションとある種、まあグリーントランスフォーメーションとかの組み合わせ、掛け合わせなのかもしれませんけども、はい、そのデジタル上でカーボンニュートラルに適した船を作ってみる、でそれが安全性がどうなのかとか、うまくいくのかとか、燃費がどれぐらいになるのかとか、そういったシミュレーションをしてみる、あるいはその自動走行の車は出てきてますけど、今から船が出てくる、そういったものが安全性がどうなのかっていうのもデジタル上で一回やってみると、それもまたデジタルトランスフォーメーションになるんですかね。西尾さん今いいこと言いましたね。いいこと、ありがとうございます。たまにはたまには言わないとですね、私が解説する必要はないですね。これグリーントランスフォーメーションはやっぱりすごくチャンスで、やっぱりあの中国韓国がリードしているこのゲームのまんまだったらなかなか追いつけないんだけども、今何が起きてるかっていうと、この海運の業界でも非常にこのカーボンニュートラルやるぞってことで、今世界的なルールがどんどん入ってきてて、今までの重油船ではもう二酸化炭素出しまくりすぎるのでちょっと良くないよねっていうことで、カーボンが少ない船を作っていく新しい需要ができてきてるね。この新しい需要のタイミングで日本の新しい技術で入っていけば、そこに商機が生まれるっていうことで、例えば最近だとあのアンモニアとこの重油を混焼させて、二酸化炭素を減らすこの実験を世界で初めて成功させたりとか、水素を使ったエンジンでもう全く二酸化炭素出さないゼロエミッション船、この実験を日本で成功させたりとか、結構ねここ出てきてるんです。ですから韓国が強みを持っている LNG 船に対抗できる技術、これをね日本がやっぱ押していくと勝ち筋が出てくる。そう理解だったんですか。いや、もうその何も私解説がいらない。その通りでございます。すみません、私もちょっと先取りされてしまいましたけど、じゃん、見たい。3つ目の鍵があの今秋さんがおっしゃった GX グリーントランスフォーメーションだと思ってます。やっぱり自動車の世界とか航空機の世界って結構ヨーロッパが率先して規制を始めてるじゃないですか。でいきなり船に関してもカーボンニュートラルの船じゃなければヨーロッパの港に寄港できませんみたいな、いきなり規制をボンとかけてくる可能性がなきにしもあらずですよね。飛行機今まさにそうなってますからね。飛行機もあのカーボン少ない燃料に切り替えなくちゃいけないですね。ですね、うん、それこそ今日本どういう立ち位置か、そういうこの流れにでどういう立ち位置かというと、まあ、日本って結構やっぱおっしゃってる通り強くって、それこそ国際規制とかルールを作るあの IMO というところで日本が主導してこの GX の分野を引っ張ってるというのは現状ありますね。で国際社会はそれについてきてるんですか。そうですね、まあ、まあもちろんちょっと反発もあるところもあるんですけど、まあ、その合意形成をうまく取って、イニシアチブを取って、しかもなんていうかな、技術論でしっかりとあの戦っているというのが日本の国交省海事局のスタッフからは聞いております。アキさんがさっきちょっと紹介していただきましたけども、その技術的にはどうなんですか。技術的に日本の造船業が、はいはい、勝てる分野ですか。てかどこもまだ参入してないので、ビジネスとしては。だからこそ日本が今あの環境っていうところに強みを持っているので、船の環境の部分、そこにやっぱり取り組んでいかないと、日本、逆に言うと日本の勝ち筋他がちょっとなかなか厳しいというか、まあ、ここを突破してあの日本の造船業っていうのを盛り上げていかなきゃいけないのかなと考えてますね。やっぱりあの自動車の世界でも、もともとガソリン車っていうのがあって、日本はハイブリッドっていうのをね作ってものすごく競争力を取った。そしたら今度あのヨーロッパの方でもうフル電動って言ってまた新しいゲームを仕掛けてきたわけですよね。で今度日本は逆をやればよくて、重油船があって LNG のいいですよっていうのが出てきました。それに対してさらにその二酸化炭素を出さない船っていうものを出していくことによって、やっぱりチャンスがあるんじゃないか、そういう理解でよろしいですか。はい、その通りです。はい、なんかこう政府としては具体的にこう何年までに実現するっていうロードマップとかはあったりするんですか。あのそれぞれの技術について結構早いんですよ。2025年にも、うん、あの
実験をね、もうスタートすると、2026年にもう走らせるとか、いろんな形で割と近い軸で計画があって、で、今、政府でも、この、グリーンなんとか基金。イノベーション基金。はグリーンイノベーション基金。いいスライドだね、これね。よくできてますね。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。秋さんに褒めていただいて。抜かりないスライド。グリーンイノベーション基金350億。こういったものを使ったり、今度GX 移行債っていうもっと大きな予算をまとめる、そういう枠組みを作りましたので、GX についてのいろんな取り組みっていうのは政府として全面的にバックアップしていく、そういう体制を整えつつありますね。なるほど。なんかこう、それに関連してちょっと新しい技術でこう船を作ろうみたいな研究も三井さんされてるってことだったと思うんですけど。そうですね。まあ、やっぱ大学としては、この次っていうところもやっぱ狙っていかなきゃいけないので、そうするとやっぱりその、じゃあ、その風力で、風力を使って船の上で発電しようとか、それこそ今横浜国立大学でやってるのは台風を利用して発電する仕組み船っていうのをもう2050年に向けて作っていこうじゃないかというふうに盛り上げているところですね。台風で発電する船はい、まあ、もちろん今やれって言われたら厳しいんですけど、まあ、そういう大きなターゲット目標をやるとやっぱりいろんな業種の方々が面白いねって言ってくれて、まあ、結果として GX に今の GX につながるような技術っていうのをうまく拾いながら裾を広げてやっていく、そういう枠組みを今ちょっとやってますね。はい、今回 のバリシップでもですね、一番注目を集めたのがパワー X っていうこのスタートアップの会社なんですけどもね、船にこの蓄電池を積んで、で洋上風力で発生させた電気を船に積んで、でこの本土まで持ってくるって、まあ、こういう技術なんですよね。もう電池線みたいなものがこうどん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 動き始める、まあ、そういったのも新しい取り組みですよね。もうどんどんそういうふうに新しいことにチャレンジする世界観を日本の造船業で作っていきたいなと思います。これがなんかイメージ図ですよね。そうですね。これ太陽光パネルなんですかね、これ。太陽光パネルで、はい、これで発電しながら進んでいくみたいな。発電しながら進んでいくでしょうね、これは。はい、これイメージなんですよね。イメージ図これ、ね、国交省の資料にあったイメージ図ですね、はい、これ、はい。エコ線っていうか。うん、はい、こういうのをやっぱどんどんやることによって、その技術力をつけて、その GX に対して技術力をつけていくっていうのが今日本に求められていることかなと思います。そろそろ時間が来ましたので、はい、まとめなければいけないんですけれども、はい、やはり最終的に皆さん方に聞きたいのは、21世紀の日本は造船で食っていけるかということです。ちょっと参考になるかどうか分かりませんが、まず造船と一言に言っても、船そのもの、船の外側を作る産業と、船の中身、エンジンとかレーダーとかを作る白洋工業の2つに分かれるわけですけど、2つ合わせると大体3兆円規模の産業だというふうに言われております。これちょっと比較になるかどうか分かりませんが、自動車産業が60兆円というふうに言われておりますので、この60兆円と比べれば、確かにその物足りない部分はあると思いますが、私のイメージでは、この60兆を超える産業にしようということではなくて、この3兆円を、じゃあ4兆円、5兆円、ある場合によっては6兆円まで持っていくことができれば、日本の経済の一つ大きな重要なパーツになるのかなと思うんですけども、そのあたりの可能性、今までの議論を踏まえてどうお考えですか。じゃあ私からまず意見を言わせていただくと、はい、まあ、やっぱりその日本ってそれぞれの小さ、さっきおっしゃった通り小さい工場がたくさんある中で、かといって その方々めちゃくちゃ技術力あるんですよ。そういったのをうまく結集して、まあ、いい意味でのエコシステムをどう作るか、まあ、提言書の方には瀬戸内シリコンバレーみたいなのを作りたいって私勢いを持って書いてみたんですけど、これね、これ、はい、これ瀬戸内シリコンバレー、はい、これ、うん、ちょっとなんかちゃんとご紹介しなくていいんですか。ちゃんとして、ちゃんとして、そういうことを作っていただいて、それこそバリシップが愛媛県のこれをパネルにしなくてそうですね、これをね、それこそバリシップに代表されるように瀬戸内海の方でいっぱい造船所があるんですよ。で、皆さんすごく技術力がある造船所です。例外なく。ただ、それが事業規模が小さいせいで、なんか中国、韓国となんか比較するとっていう議論がやっぱり行われるんですけど、うん、じゃあそこが一体となってチームとなったら、これってすごく勝てる気がするんですよね。やっぱりその事業規模、しかもその会社を連携するだけじゃなくて、有機的に、なんかこのプロジェクトでは一緒にやろうぜとか、ここではライバルになろうぜとか、まあ、そういう世界観をうまく瀬戸内海の方で作っていけると、やっぱりその日本 その造船メッカ、それこそ瀬戸内シリコンバレー、造船シリコンバレーみたいな世界を作ると、なんか関東にいる身としては面白いなと思って、こういうことを書かせていただきました。関東目線で言ってますけど、どうぞ熊本。私はやっぱり地元造船業はありますし、地元の経済を支えているので、やっぱり大きくしていきたいなというふうに思いますし、最近やっぱ新たな試みとしては、
その浮体式の洋上風力を造船上で実験していく、研究開発していくという流れもあって、それも私たちもちょっと手を挙げてやっていきたいなと、まあいろんな取り組みが可能性が考えられる産業だと思いますので、応援していかなくて。三井先生の、ね、プランすごいいいと思いますよね。あのまさに、技術革新とそして合唱連行、うん、これをやっていくっていうことが勝ち筋だって、これはねみんな頭では分かってるので、うんうんうん、あとはどうやるかっていう、でこれを、まあ、瀬戸内シリコンバレー構想ということでね、あの瀬戸内ですよね、熊本もね。ギリギリ、ちょっと、はい、ちょっと仲間に広域、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 広域の瀬戸内で、ね、愛媛も含めて、あの辺り、あの辺りで、まあ、やっぱり、はい、あの地域ね、つながって、うん、人も技術も、はい、お金も物も、うん、つながっていったら、やっぱり日本の、あの強みっていうのが活かせるんじゃないかなと思いますね。飲み会であの若手同士でこういうのあったら最高だよねって言ったプランなんですけどね。素晴らしいね。素晴らしい、ね。いい飲み会ですね。生産性の高い飲み会ですね。でも我々の業界やっぱり今があのもう大変革期なので、うん、やっぱ色あのドラスティックにやっぱ考えていかないといけない時期なので、まあ、こういった考えもぜひ検討の上に乗せていただいて、あの皆さんと議論できればなと思っております。はい、ちょっと盛り上がってきたところ、そうですね、大変心苦しいんですけれども、縁も竹縄でございます。じゃあ石川さん最後は、はい。でもやっぱりあの秋さんとはみかんしか共通点ないかなと思いきや、造船どころっていう共通点、瀬戸内つながりでね。瀬戸内有明海です。いやそういうもうご縁もいただいた、はい、そしてあの三月先生にもいろいろあのご指導いただきましたんで、これから造船を盛り上げていく、そして日本経済に少しでも貢献していくぞという思いを込めて終わらせていただきたいと思います。じゃあ最後なんか恒例の造船頑張るぞポーズみたいな、そういうやつで締めていただきました、ね、今まではなかったんですけどやりましょうか。はいはい、ね、勝ち筋ね、はい、じゃあじゃあのカメラと、はい、はいはい、じゃあ秋さんから、はい、じゃあ、ポリスター第4回造船会ということで、日本の勝ち筋が見えました。さあ皆さん一緒に造船頑張るぞ、頑張るぞ。さよなら、ありがとうございました。また来週、ありがとうございました。